それじゃ簡単に説明させてもらいますね。あなたが治療されてる間にアークスの組織体系は抜本的に見直されたんです。まず総司令、アークスの一番偉い人がウルクさんです。司令補佐にテオドールさん、6号の皆さんは肩書きを残しつつ各部の司令になりました。戦闘部の司令がヒューイさん、自責に3代目のクラリス・クレイスさん、総務部の司令がマリアさん、自責にサラさん、共同部の司令がレギアスさん、自責にゼノさん、そしてたびたび問題となる情報部の司令がカスラさんですね。アークス全体の方針決定については各部の長と総司令が会議を行って決めているんです。シャオは私たちシップ管理者を作り出した後、演算に集中するためにマザーシップに戻りました。そう、私たちはシャオの代わりにシップを管理する存在なんです。実はすっごいんですよ、私。生まれてからまだ2年ぐらいですけど、心も体も最初から大人です。えっへん。ちなみに人格形成には総司令であるウルクさんを参考にしたとシャオは言っていました。あとアークス内にはもう一つ特別な肩書きがあります。それはガーディアンです。特定の部署に所属することなく自分の意思で行動を決めていい、アークスで唯一の存在、それがガーディアン。あなたとマトイさんなんです。そして私はそのガーディアンであるあなた専属のオペレーターでもあるんですよ。以上、説明おしまいです。今後ともよろしくお願いしますね。アークスの総司令から直々の依頼。惑星ナベリウスで散見されているダーカ出現の調査か。こんなクエスト聞いたことない。しかもペーペーの私に総司令から直々。そんなことってありえるの？もしかすると私目をつけられてたり。いやそんなはずない。そもそもここにはバグが発生してる。つまりこれもきっと例外的な挙動。目をつけられるとか疑われるとか、それもひっくるめて全部バグよ、バグ。何を恐れる必要があるの、質疑。いつも通りいつものようにやればいいの。よし。うわあ、誰よあなたは。そうですけど。じゃなくて、そうだけど。はじめまして、私アークスシップ管理者兼オペレーターのシエラと言います。そしてこちらは今回の任務の同行者です。ん？その名前どこかで見た覚えが。2年前の深淵なる闇戦で大活躍したっていうアークスじゃないか。どうして私。いや、僕と一緒に。いろいろありまして復帰直後なんですよ。
リハビリを兼ねての共同任務と思っていただければ間違いありません。ふーん、リハビリを兼ねてね。シップ管理者の専属オペレーターに加えて2年前のキーパーソンがくっついてくるなんて尋常じゃない。これ絶対私疑われてる。なんでどうして。ちょっと張り切りすぎちゃったから。新人にしては頑張りすぎちゃったから。棺さん、ご一緒できてとても心強いです。よろしくお願いします。それでは行きましょう。任務ささっと終わらせちゃいましょう。さあさあ。なんとも変な人ですね。男性のはずなのに振る舞いがあちこち女性っぽいですし、なんだかとってもひな臭い感じがします。注意しましょうね。私の言うこと聞かないのね。しょうがない。ならあなたを守るのが。あなたムカつくわ。すっごくムカつくわ。死んでください
とその通りなんだと思います。こちらをずっと気にしている感じなのはきっと緊張しているからでしょうしね。何にせよ調査ももうすぐ終わりですし、そこまで監視し終えたら一旦見解をまとめましょう。なんかこっち見てる、ひそひそ会話してる、変な動きはしてないはずなのに。あ、もしかして逆？もっとできるはずなのに手を抜いてるように見えて違和感バリバリってこと？ああ、完全に恨めった。でもそうと分かればここから挽回よ。もっとできるってことを示して。で、何こいつ。うわっ、何なのよこいつ。気をつけてください。その強大な反応はダーカー、いえそれよりも強い。今までこんなダーカーの反応が出てきたことはなかった。この人の復帰を感知し姿を見せたとでも。あっ、よくわからないけど、ここが頑張りどころってことでしょ。これでとどめだ。よーし、どんな問題。ねえ、見た見た、なかなかでしょ。まあ私だってアークスだし、ちょっと本気出せばこのぐらいは。棺さん、油断しちゃダメです。反応まだ消えてません。え、でもこうして敵は消えて、手が、体が動かない。何これ、何これ、どうなってるの私の体。誰か助けて。ダーカーの、ダークファルスの力を手話してる。ああ、そうか、これがシャオの言っていたこの人の力で動く。これならロックアウトを。大丈夫ですか。ダーカー反応は消えました。でも棺さんはどこに。も戻ってこれた。よかった、なんとかログアウトできたみたいね。まったく何だったのよあれは。エーテルインフラのバグにしたって動けなくなるとか、ひどすぎでしょあんなの。落ち着け落ち着け、私、あれは PSO2 内での出来事。こっちに戻ってきたからもう問題ない。そう、ここは地球、母なる青い地球、戦いも争いもない平和な場所。そしてここは私だけの砦、私の部屋。情報化社会に不可欠なこのパソコンも、疲れ切った体を癒してくれるベッドも。え、そう、ここは地球、母なる青い地球、ここは私の部屋、私だけの部屋だから、あのベッドは私の。落ち着け落ち着け、棺、まずは落ち着いて深呼吸。私は棺、八坂棺、年は16、今は西暦2028年、剣豪だと。忘れた、止まれ、
春から花の高校2年生。ここは地球、ここは東京、ここは学校、ここは寮。 PSO2 の中じゃない、間違いなく現実の世界。だからあれは夢、あのベッドにいたのは幻、想像の産物、目の錯覚。私は疲れてるだけ。よし、ダメだ、まだいる。それどころか起きてる。ここどこ？しかも喋った。いやでもまだ幻聴という線が。ねえ、ここどこ？こっち見た、話しかけられた。夢でも幻でもなかった。どうしたの？動くな、動いちゃダメ。いろいろ見えるっていうか、今の時点で相当際どい。てか、なんで裸なのよ。服どうしたのよ。裸？だから動くな。あー、もう、どこか痛いの？大丈夫？ちょっと待ってて、現実逃避をやめて受け入れる準備をしてるから。よし、落ち着いてきたぞ。棺、さあ、それじゃあ聞かせてもらおうじゃないの。あなたは誰なの？名前は何？棺。それは私の名前でしょう。あんたの名前を。名前。棺は違うの？じゃあわからない。ああ、もう、あんたは一体何なのよ。私の部屋に勝手に入ってるし、私のアバターそっくりな見た目してるし、まるで PSO2 の中から出てきたみたいじゃない。まさか本当に出てきたなんてこと。ないない、そんなことありえない。マザーはそんなこと言ってなかったし。う、騒ぎすぎたかな。寮長だよねこれ多分。はいはい、すぐに出ます。ダメ、危ない。あった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 、どうしたのよ急に。はちょっと何この化け物。次から次へと何だってのよ。危ない。私をかばって来るな、来るな。助けて、誰か助けて。あなたは、どうしてここに。あの化け物は。そっか、よかった、もう大丈夫なんだよね。何が何だかわからないけど、私たちを助けてくれたんだよね、ありがとう。
2人ともバイタルは安定しています。心配しなくても大丈夫ですよ。それより気になるのはさっきの不可解な化け物ですね。ダーカーとも異なるあれは一体。リハビリにうってつけの簡単な依頼と思っていたら、いきなり未知の座標に転送、そして戦闘。想像以上に大ごとになりそうですね。今後のことも相談しないといけませんし、一度帰還してもらえますか。なんだなんだ、やっぱり化け物も何もかも夢だったのね。よかったよかったよかった。やっぱり夢じゃなかった。お疲れ様です。何か後遺症とか起きてたりはしてなさそうですね。よかった。改めまして、先日転送された惑星について、現段階で分かっている情報を共有しますね。あそこは、オラクルのあるこちらとは別次元の宇宙、亜空間の先です。この宇宙のどこかの星、ではありません。おそらく、私たちのいる宇宙とは別の次元、いわば異世界ですね。そんなところと簡単に行き来できるはずはないんですが、詳細は調査中です。そんな別次元宇宙にある星の一つ、知的生命体が存在する場所ですね。他の星の名前は地球というそうです。ところで地球に行った時、棺さんと普通に会話できてたの覚えてますか。どうやら地球の言語データについては情報部がすでに収集済みだったみたいなんです。それだけじゃなく、今回のことを報告するや否や、情報部からあの星の情報がたくさん登録されていきました。独自に情報収集を進めていたってことなんだと思いますけど、ウルク総司令の言う通り、気な臭い感じがしますね。もっとも地球の座標データや転送先設定はあんまりうまくいってなかったみたいですね。これもどこまで本当かは怪しいですが、もうどうであろうと関係ありません。今回のあなたと棺さんのつながりのおかげで地球への接続を確立することができましたから。なんでつながりが持てたのか、あちらの世界へどうして飛べたのか、詳細な部分は未だ不明ですが、棺さんの助けてほしいという願いと、それを助けたいという思いにフォトンが応えてくれたんだと思います。ちょっと脱線しちゃいました。つまりですね、これからは自由に地球へ行けます。もっとも調査段階なので隠密活動となりますが、フォトンによる認識偽装や空間隔離を行いますので、フォトンを使えない地球の人々にはバレずに活動できるはずです。きっとこの技術も情報部のものからなので、ちょっと不安なんですよね。同人前のインヒーレントの汎用化とは言ってますが、正直なところこの技術の出どころも怪しいです。ほんとあっちもこっちも変なことだらけ。これはますます私たちがしっかり調査しないといけませんね。あ、そうだそうでした。
もう一つ重要な情報がありました。あのナベリウスに出現したダークファルスのような反応について、あれ以来どこにも確認されていません。引き続き追ってはみますけど、期待薄って感じです。面目ないです。でもその代わりってわけではないですけど、あなたと棺さん、お二人のつながり、リンクはしっかり捉えてます。ほら、闇に飲まれた棺さんを助けようと闇を払い手で触れたじゃないですか。あの時にあなたのフォトンが棺さんに流れ込んだのか、彼女の反応を捕まえられるようになったんです。その反応があったおかげで寸出のところで助けに行けたんですよ。災い転じてなんとやらですね。そして同時にあちらの情報も断片的ながら収集できるようになったので、地球の現状も調べやすくなって一石二鳥。アークスの技術をもってすれば、断片情報をもとに彼女の日常生活を再現映像化することも容易。さあ、どんなシーンが見たいですか？いいえ、シャオに誓ってこれは情報収集です。情報収集の一環なので問題ないのですよ。それにこれを見るのは私とあなただけですし、黙っておけば大丈夫です。大丈夫。冗談はさておいても、情報収集は重要です。特に向こうは知的生命体の存在する私たちにとって未知の惑星なんですから。プライベートを覗き見しているようになるかもしれなくて少し心苦しいですが、可能な限り見せてもらいましょう。